いつも観覧ありがとうございます。今回はこちらのガシャット、デラックスバンバンシューティングガシャット、こちらの簡単に音声確認を、してみたいと思います。パッケージはスナイプ。スナイプが使うガシャットなので、表はスナイプですね。で、裏に遊び方。これは前回と変わらず、レベル1へ変身後、レベル2で変身。で、レベル3の音声も入ってるみたいですね。で、単体遊びもあって、さらに、まあ、各おもちゃ、まあ、ガンバライジングも含めて連動するという、まあ、いつもの形になっております。では、早速、開けてみたいと思います。はい、早速、まず、開けてみました。表面は、こんな感じ。で、裏側は、裏側はちゃんと、スナイプっぽいですね。では、早速音声確認をしてみたいと思います。やっぱり聞いた感じ、なんか音量が小さい気がしますね。マイティアクション X。 やっぱ小さい気がしますね。で、爆走は爆走バイク。電池の問題なんですかね。ちょっと今度新しい電池、まあ一応入ってるのはテスト電池という話なので、一回ちょっとね、新しい電池に変えてみて音量変わるかどうかもちょっとチェックしてみたいですね。やっぱこの辺までは普通なんですが、こっからかな。やっぱそうですね。タドルあたりからなんか音声が小さい気がしますね。では、ベルトにセットして、まず遊んでみたいと思います。では。では、変身。もう一度。最後。おお。では、同じくレベル3もね、聞いてみたいと思います。じゃあ、タドルとまず行ってみますか。なんて言ってるか、やっぱちょっとかぶっちゃって聞こえづらいですね。では単体で。やっぱ音小さいですね。他のやつと比べると全然小さい気がします。で
いや、マイティと、シャカリキスポーツですね。やっぱなんか聞き慣れてるのか、やっぱこっちの方がかっこいいな。こっちだと、では必殺技の方も聞いてみたいと思います。次回の仮面ライダーでスナイプ、登場するみたいなので、個人的にはスナイプ結構気に入ってるんですよね。飛び道具が個人的に好きなのか、結構これは期待してます。でガジェットもやっとこれで5種類ですね。あとは、レベル3、ここら辺のレベル3はぜひともね、他のキャラのレベル3は早く見たいので、それが、本編もしくはガンバライジングで登場するのを楽しみにしてます。では、かなり簡単ではございましたが、デラックスバンバンシューティングガシャットの、音声確認、まあちょっとしたレビューでした。ありがとうございます。決まっていくぜ！